ありがとうございます。やっほー、マスルさんこんばんは。はい、あ、なんだ、ガウさん、コウモリ、ありがとうございます。ねえ見て、買ってきた、カズーさん、マスルさん、ハート、ありがとうございます。ヤクルト1000買ってきた、飲んでみる。もうね、ガチで免疫が落ちまくってると思うので、これでストレス緩和、睡眠の質を向上させていきたいと思います。カズーさん、大化け、ありがとうございます。かわいい、うん、初めて飲む、うん、まあ普通のヤクルトですね、味は。キッキさんこんばんは。いや眠れなくない、ストレス緩和を目指してる。全然眠れます。ドリーマーさんこんばんは。あ、あ、なにこれ、カズエさん、ドラキュラのなんか箱、箱。ありがとうございます。いや、あ、まあ甘い、うん、甘め、あ、なんかちょっとだけ薄めたヤクルトって感じする。タナさんこんばんは。はい、皆さん、ですね、先ほど数時間前に、告知をさせていただきましたけれども、あ、ファイブさん、お菓子ありがとうございます。天使の脇前さんこんばんは。はい、12月の17日、新潟市のね、ライブハウスルーキーズというところで、あやにゃんとイベントをさせていただくことになりました。ありがとうございます。はい、嬉しいですね、本当に。はい、今回はですね、あやにゃんと2人です。私とあやにゃんだけ。はい、で1部と2部が、トークと特典会になっておりまして、3部の方が、あやにゃんの生誕祭ですかね、となります。はい、ともやさんこんばんは。見たよって、ありがとうございます。あ、スタッフさんはいます、さすがに。それはいる。出演者がって感じです。コキンさんこんばんは。そうそうそう、まあ日曜日だしね、ちょっと新潟っていうことで、まあ来られないよって方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ皆様、あんまりね、きっとあんまり多い、あの、なんていうの、機会が多いっていう感じじゃないと思うので、ぜひ会いに来てほしいなと思います。12月2月寒い、まあ寒いと思います、海だし、海沿いだしっていう感じですかね。うん、そう、まあ雪は降ってないかな、新潟市は特にって感じですけど、まあどこから来るかにもよりますね、大変なのは。ああ、毎週日曜日仕事、そうか、大変だ。元幸さん、トラくん、クーさん、はやぶさ太郎さん、ニックネームさん、よしさんこんばんは。そうなの、チケットの発売日がですね、あやにゃんの誕生日当日、11月の27日からとなっておりますので、ちょっとだいぶ先なんですが、はい。カンさんこんばんは。ティダカンカンさんこんばんは。キミゾラさん、グーさん、シンチャロスさんこんばんは。東京から行ったら死ぬかな。ガッちゃんこんばんは。いやー、でも、あー、ヒートテックあった方がいいかもね。クーさん、魔女のお帽子ありがとうございます。ハロウィン仕様なんだね、この画面がね、かわいいね。
そう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 。メッシさんこんばんは。そうなんです、はい、アイアンとね2人でね。シンチャロスさん流れ星ありがとうございます。八王子の竹さんこんばんは。そう、あの盛り上げ役に徹したいと思っております。3部は特にね。うん、君空さんハートありがとうございます。チケット発売日ってオトムス開催日の深夜、そうなるかも。まあまあメインで行っても大丈夫。もちろんもちろんですよ。え、来てくれないと困る。なんか逆に気まずいもん、司会者枠じゃん。そう、困ります、それは。来てください、むしろ来てもらわないとって感じです本当に。そう、よろしくお願いします、盛り上げてください。まうまうファンの方、キャードリーマーさん、コウモリありがとうございます。マンポンさんこんばんは。そうですよ、歌う、いやー歌はあるかどうかわかんないです。なんか全然内容決まってなくて、あなんかそういう詳細の内容っていうかは決まってないので、そう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 、全然あれなんですけど、そうグッズ販売はあります。今回は私はねまたちょっと違った視点のものを出そうと思ってるので、買ってください、ぜひ。私も欲しい、すごく。そう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 、ですです、はい、まあ乞うご期待というところですね。まだだいぶ先なのであれなんですけど、そうそう、なんでそんな抱き枕が欲しいのそこかぶるんだ、ないです抱き枕ごめんなさいね。仮にお父さん行って会場でヘベレケに酔っ払ってチケット発売必要なんてことがないじゃん。松くんこんばんは。そう、私のグッズも出ます、出ます、はい。白いアルパカさんこんばんは、出ます、はい。FTO さんこんばんは。そしてですね、全然関係ないんですが、未来さんこんばんは。あの私がですね、あの欲しくて欲しくてたまらないと言っていたディオールのクリスマスコフレが届きました。こんなに早く届くんだと思ってびっくりしました。ボイドさん、アノナさんこんばんは。ヤスさんこんばんは。そう、あのなんか早っと思ったよね。まあなんかもっと後に届くものだと思ってたんだけど届きました。堀さんこんばんは。いやだってさ、これ発売日11月3日なんだよ。だからさ、それ以降だと思ってたの、早くても。だけどなんかもう届いた。え、見て、まず見て、ちょ、ほどいちゃったんだけど、袋がまずこんななの、すごい、白とゴールドで、ヒンジさんこんばんは。すごくないね、先行発売なのかもしれない、もしかしたら。であのディオールって無料でギフト設定にできるんだけど、そうするとねこういう巾着がついてくるの。あ、見えない。え、これ欲しくてギフト設定にした自分に買ったけど。あ、ギバさん、親衛隊128人目、ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。そうでね、なんかサンプルがもらえるんですけど、サンプルはメイクアップベースとなんかファンデーション
1N ニュートラルっていうカラー、だいぶなんかあれだな。そと、ゆばさんこんばんは、今夜のママもかわいい、ありがとうございます。そと、あとカプチュールトータルルセラム美容液ですね、これ。これのサンプルが届きました。ドラミュンさんこんばんは、届いたんですけど、ちょっと肝心のもの、おことてんさんこんばんは。メイクアップベースって、まあ、下地なのでファンデーションの前ですかね。化粧水乳液、私はね、化粧水乳液日焼け止めメイクアップベースって感じかな。中身はね入ってないんです、ケースだけだから。タタン、クリスチャンディオールって書いてある。見てこの柄、素敵で、この中に中身が入るという状態でございます。中身はまだ買ってない、ケースだけ。このケースがすごく欲しくって、本当に良かったです、買って。そう、前のやつも入ります。わかる、見えないよね、こんな感じ。その今出てる、そう、限定のやつだけが入るやつじゃなくて、このシリーズだったら何でも入る。良い、めっちゃいい。これはもうお守りコスメ確定ですね。持ってるだけでテンション上がる。というのをみんなに紹介したかった。以上。高ピッピさんこんばんは。白郎さんこんばんは。ね、ディオールって感じだよね、わかる。そう、そんな感じ。楽しみがたくさんあってどうしようって感じ。11月12月、そう、11月は普通にお出かけとかがすごく楽しみな予定がいっぱいあって、12月はねイベントがあって、白郎さん HP ありがとうございます。そう、とっても楽しみです。さっさと10月が終わっていただきたいなという次第ですね、本当に。はい、非常に本当に嫌だ、本当に嫌なんですけど、まあでももう結構後半戦ではあるので、まあ、時が過ぎるのを待ちたいと思います。ハロウィン仮装するの、なんかやろうかなとは思ってます。さすがに「ディオール」と「イヴ・サンローラン」高級感がある、確かにそうかも。11月になると本格的に、うーん、そうだね。まあ私的にはありがたいですけどね、うん、難題は10月でなんとか終わらす、腹積もり、あ、うん、絶対終わるの。そうだから全然大丈夫なの、見通しが立ってるというか大丈夫なんです。今年はクリスマスコフレ何か買います。なんかね、いろいろ気になってるのあったけど、どうしようって感じです。迷ってる、なんか結局キリがないしなーっていう。だからとりあえず絶対欲しいこのディオールのリップケースは買ったんだけど、あとなんか買うってなってるみたいな。
そんな感じ。そう、頑張る頑張る。みんなにも会えるしね、それを糧に頑張るぜ。そう、ちょっとあの11月とかはあのインスタ強化月間やろうかなと思ってます。頑張る。勝手にね、あのやりますとは言いませんが、個人的な目標として強化月間にしたいなという次第って感じ。ひゆいちさんこんばんは。そうです、南国さんこんばんは。そうでございます。そう、10月があんまり更新できなかったのでちょっとそういう感じにしたいと思ってます。お待ちください。ごめんね。確かにショールーム見て、あ、ショールーム見てじゃないや、あー、インスタ見てショールーム見に来てくれた。見た。ロクシタンの今年のめっちゃカラフルで可愛い。そうなんだ。だからスキンケア系とかクリームとか。トックンさんこんばんは。 BPM188 さんこんばんは。いいね。いやー、なんかさ、見ると全部欲しくなるんだよね、マジで。そうだし、なんかでもクリスマスコフレは私アイシャドウとかあんまいらないのよ。なんかどちらかというとなんかスキンケアとかそっち系が欲しくって。そうだからアイシャドウとかはあんまり見てないけど、スキンケアとかそういうのいいなって思ってる。エポックさんこんばんは。そうでございます。あ、まだフォローしてありがとうございます。なんかね、さっきねヤクルト1000をね初めて飲んでみたんだけどね、説明のところに本品には乳酸菌シロタ株が含まれます。乳酸菌シロタ株には一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを和らげる機能や、睡眠の質、過去眠りの深さ、すっきりとした目覚めを高める機能があることが報告されています。さらに腸内環境を改善する機能があることが報告されていますとのことです。ふーんって感じですけど、睡眠浅くありません、特に。でも分かんない、浅いのかな、分かんないです。なんか別に寝れなくはないけど、そう寝れなくはないし、あのなんかなんだ、なんか目が覚めるとかではないんだけど、ヤクルト毎日飲んでる、すごいじゃん。フレッシュミオリンさんこんばんは。すごいね、これ。ちっちゃいやつ、普通のやつ。なんかね、怖い夢を見るのはなんか寒かったりとかした時です、私は大体。そうだからなんか寒い日にあの着込みすぎて暑くて無意識のうちに跳ねちゃったりとかする時あるじゃん、布団をね。でそういう時になんか最初はめっちゃかけて寝てたけど、自分で布団跳ねちゃって気づかないうちに寒くなってるみたいな。でそういう時にあの、ね、寝るさやつをさ、あ、寝るやつをさやばいマジで、そういう時にあの怖い夢を見がちですね私。
あ、ちっちゃい方のカロリーオフのやつね。あ、いいじゃん、カロリーオフいいね。そもそも乳酸菌が精神安定にいいらしい。あ、そうなの。乳製品っていいね、やっぱり。眠たい、ほんとに眠い。毎日毎日ほんとよくもまあこんな眠くなるよね。カーディアンバイチャーさん、こんばんは。胸の上に手を組んで寝ると怖い。あ、そうなの、こうやって。なんだろうね、重たい掛け布団をいっぱいかけて苦しくなった変な夢だった。へえ。リンゴもいいし。あー、リンゴね、あんま好きじゃないんだけどね。そう、梨が好き。リンゴはさ、当たり外れがあるじゃん。なんかモサモサしてるリンゴが好きじゃないんだよね。シャキッとしてほしい。シャキッ、シャリッ、サクみたいなのがいいです。リンゴ食べれなくないけど、モサみたいな、うわっってなる。授業は眠い。え、眠いよ、眠い。授業なんて別にちゃんと寝てても眠い。そう、梨美味しいよね。季節またうちにあった、おばあちゃんから来た、おばあちゃんから来ました。またまた。古いやつなのか、でもなんかまあシャキッとしててもなんかまあ食べ、好んでは食べないって感じ。まああって出されたら食べようかな、一個くらいっていうレベル。梨の方が好き。美味しい梨。アップルパイは、まあ、微妙、気分による。なんか常に食べたいものではないかも。そう、私なんかあっても頼まない。でも食べれるよ、アップルパイ。シナモン好きだし、パイも好きだから。アップルパイの好きな部分がアップルではないって感じ。柿好き、好き好き。柿もビワも好きだよ。ブドウは種がないやつがいいです。食べるのめんどくさいから。本当に眠たい。マス先生こんにちは。あ、こんばんは。ガリガリ君の梨味は至高でも新潟行ったら思ったら食べた。あー、シャーベット系ね。シンチェロスさん、こんばんは。間違えた。ハートありがとうございますね。本当に寝ぼけてる、ごめん。みんないつにも増して頭がいかれてます。え、これ飲んだから眠たいの？そういうこと？そんな、こんななんか睡眠薬みたいな作用あんの？怖くね？絶対違くない？え、それ、これそんな即効性あんの？そういうやつ？そういうやつですか？え、飲んだことある人いない？これ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 。ね、睡眠導入とかそんなあれ、なんか何も書いてないけど。だって睡眠の質を高める機能がついてるとしか書いてないよ。眠りの深さ、すっきりとした目覚めとしか書いてない。怖くない？え、だとしたら催眠術じゃない？もはや。これはそういうものなんだっていう意識でさ、飲んでさ、効果出てるじゃん。それ催眠術じゃない？あー、逆、1日3時間絶対無理だ。最初はいいかもだけど、あの起き始めは。ドラミュンさん、親衛隊129人目ありがとうございます。あと1人で130人だ、イエーイ。
即効性はないよね。だからさ、そう、薬じゃないし、マジでそう、睡眠薬でもそんなに、確かそれもそうかも。うん、じゃあ違います、シンプルに眠いだけです。多分ラルクさんこんばんは。寝たらって感じだよね。え、ハンデやめよっかな、もう眠すぎる。ぐわ、信じること大切。確かに、うん、本当に眠たい、マジで2秒で寝れる今。こんなんしてたらマジで寝る。ちょ、半までやる気持ち悪いから23分って。なんかみんなさ、土曜日じゃ何すんの、土曜日いいな。でも仕事の人もいるよね多分、土曜日ってね、仕事の人もきっといると思う。むしろ糖分の高いの食すと血糖値が爆上がりして眠気が襲ってくる。あ、そら大変だ。遊ぶ、いいな、最高や、友達とめっちゃいいよ、羨ましい。土曜仕事やっぱそうだよね、そういう人いるよね。お片付け偉い、素晴らしいじゃん、いいな。あ、おしゃべり会ね、そっかそっか、土曜日だもんね。雨だったら予定だし、晴れたら仕事。あ、それどっちがいいの、本人的にはどっちがいいわけ、それって。どっちでもいい。あ、衣替えね、確かに、やばい、今全然ろれつ回ってなかった。衣替えね、確かに確かに、もうしてもいいかもね、さすがにね。まあほら、あの冬物、完全冬物、例えばニットとかさ、なんかそういう系のやつはさ、まだわかんないけどさ、長袖とか出してもいいかもしれないよね。半袖とかしまって、部屋がスラム化して、どうしようもない、片付けよう。その休みの時に一気にやるのもいいと思うよ。こまめにやるって無理じゃない？平日にさ、コツコツやるみたいな。私無理なタイプなんで、それ時間ある時にまとめてガッとやらないとダメなタイプ。何でもそう、まあ家事、片付けもそうだし、洗濯とか、なんか掃除とかもそうなんだけど、なんか時間がある時にパッとまとめてやりたいタイプです、私は。です。みんなこんな時間まで起きててくれてありがとう。眠たいね、本当に。ラッキョウさんこんばんは、だるまありがとうございます。だるまっちー、眠い。最近ね、私ね、クレーンゲームがね好きなんですけど、私って。なんかちょっと前まではまあいろいろなものを取りに行ったりとか、ゲーセンに行ったりとか、あとはあのもう取れるまでね何千円も入れてねってやってたんですけど、最近はある程度でやめられるようになってきました。
諦めも大事と思って。そう、連続配信切れるかと一緒に心配したね。そういや、さすがにやる、やる、さすがにやりますよ。そう、ガチャとかも店員さん呼んでも無理。いや、呼んでもあれなんだけど、よん、うん、まあ呼んでもアームの強さが変わるわけじゃないからね。あー、広告で知ったクレドポーンのホリデーってめちゃくちゃ、そう、あ、なんかマーメイドみたいなやつでしょ。見た見た、あのハイライト買った時に店員さんから説明してもらったんだけど、すごい綺麗だった。そう、隔離月とかが多いですよ最近のは。そう、場所によるって感じです。はい。そういう方、一回やってみて続けるか決め、あ、それもありだと思う。それもあり、全然。寝る前のルーティーンは、まあお風呂とか全部終わったとして、まあ歯磨きするじゃん普通に。歯磨きして、でもそんなないかも。普通に歯磨きして終わって、じゃあ寝るぞってなってストレッチしてから寝るぐらいかな。気が向いたら筋トレもやりますけど、なんかこういう今みたいな感じで疲れてる時はやらない。ストレッチは毎日やる。鹿尾さんこんばんは。そう、何があってもストレッチはやるけれども、筋トレは気が向いた時にしかやらないかなって感じです。コスメ何でもしてる。コスメね、すごい好きですね。よしちゃんこんばんは。ゆけるさんこんばんは。あ、そう、ゆきりんさんね、卒業されるということでびっくりしました。ネットニュース見たんですけど、びっくりした、マジで。えっ、ってなった。そう、また一つ時代が変わるというかね、なりますよね。やっぱりアイドル界のレジェンドですから、素晴らしいですよね。だってもうさ、マウがさ小学校3年生とかの時なんてさ、もう超 AKB ブームで、もうね、それこそゆきりんさんとかはさ、もう総選挙3本指とかに入ってらっしゃったりしたし、もうゆきりんゆきりんって言ってましたよ私も。それがさ何年か経ってさ、後に一緒のグループでね活動できるって、そんなこと全然想像してなかったし、だから私まず自分が私あな何をしたっけ、忘れちゃった。そう、私そもそもアイドルになるとも思ってなかったしね。ゆきりんさん、新潟の劇場出演したら両手の数で収まるぐらいって、本当そうだと思いますし、そのうちの1回私の生誕祭だからね、やばくない？しかもあの地獄の生誕祭の時、マジで申し訳なかった。もう私の生誕やめてゆきりんさんの公演にしませんかと思いましたもん、本当に心から。めぐみのさんこんばんは。そう、やばくない？もうなんかもういろいろやばかった、プレッシャーとか。マジで。え、そうだよ、その数回しか出られてない、もう忙しいからね、そりゃ。そう、数回のうちの1回、私のもう私の地獄の生誕祭
もうガチでやめてくれと思った。いいです普通の公園でと思いながら、普通の公園でっていうか、もう私なんか最後に出るんでいいですと思いながらね出ました。記憶ないですほぼ。そうそうそう、すごいね。でも楽しかったし嬉しかったですよ。そう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 、タコボーさんこんばんは。そう、え、しかもねちょっと待って、あのちょっと半までやりますとか言って半過ぎたんだけどさ、ちょっと言っていい？タコボーさんハートありがとうございます。しかもさ、まあ当時ね私なんてもう全然不人気面、そしてまあ研究生でね、スポットが当たる機会も少ない。カズーさん流れ星ありがとうございます。そうね、スポットが当たる機会も少ない、そしてね、まあ劇場の出来はそんなんでもう最悪ですよ。そう、それでさ、でね、しかもゆきりんさんのさ、もうね数回しかというかさ、その時多分初めてだったんじゃない ?NGT の劇場公演でさ。でもそんなことないか。初日とかに出てるかな、わかんないけど。まあそんな感じでさ、まあそんな全然もう何回も来てない時にね、出てくれたんだけど、あの日雪見をしようかった。あ、本当に？そう。それでさ、あれまあさ、当たり前にユキリンさんのコールになるじゃん、そんなあのユキリンさんの歌割りだったらさ。私のさ担当したところがさ、ユキリンさんとさペアの歌割りだったのね。でさ、もう全員かわかんないけど、もうほぼもうユキリンみたいな、ユキリンみたいな感じだったの。やっぱ初日だったんだ。そう、それでさってなるじゃん。別にいい、全然そんな当たり前だし、そんなの別にいいですよ。私なんかもうそんなの聞いてる余裕もなかったし。なんだけど、あの私と2人の歌割りの時、私の生誕祭だからってこっちにコールしてって、私のね名前をコールしてってやってくれたの。パジャドラです、忘れもしない。私の嫌いなパジャドラ公演、マジで苦手パジャドラ、一生好きになれない公演です、あれ。トラウマ界。そう、そうですよ。それでね、もうね、もうその心遣いに泣けるじゃない、そんなのね。あ、こういうさ、なんていうの、やっぱりあのまあゆきりんさんってもうそれこそね本当にさレジェンドなわけじゃん。そうだからさ、別にさそんな私とかにさ、まあ私とかっていうか、なんだろう、別に多分何もしなくても人気があるわけじゃん、実績もあるし。そうだけどさ、やっぱそうやってさ、こう常に周りを見ていて、こうなんていうの、こうとっさにできるその気遣いみたいな、とっさに気遣いができるそのそういうところのスキルみたいな、あーだからずっと人気なんだなーって思います。なんかでもそれはゆきりんさんだけじゃなくて、なんかあの他の AKB グループのメンバーさんでずっと人気な方ってそういう方多いですよ。あの芸能人って誰でもそうだと思う。でもずーっと芸能界に残ってる方は多分裏とかでも、あの裏っていうか、あの普通にこうなんだ、収録とかさ表舞台からこうね、表舞台じゃないところプライベートとかでもこう人柄がいい人が多いと思います。うん、そんな気がしてます。そうそう、なんかでもさね、あそこまでの人気だったらさ全然別にって感じでもおかしくないよなって思ってたけど、全くそんなこともなく、そう最初に会った時の印象、最初に会った時って二次審査だったんだけど、うわーゆきりんだってなったもうそれだけでも
二次オーディション来てよかったかもって思ったね。それこそ自分がめちゃくちゃ見てたその全盛期の AKB の時にこう AKB を引っ張ってた方だから、リエちゃんもそうだけどね。そう、うわー来たリエとユキリンだってなった、本物だって、かわいいってなった記憶がある。そう、その思い出作りの、そう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 って感じだったです。はい、まあ、なんか 3月とかにコンサートやって4月いっぱいっていうことだったので、ね、残りのね、残りの期間も超絶可愛いアイドルを貫いてほしいなと思います。ちょっとなんかすごい上から目線みたいになっちゃった、なんかなんていう、うまく言えないんだけど、アイドルとしての可愛らしいユキリンさんがね、少しでも多く見られたら私も嬉しいなと思ってます。うん、二人から前に何か質問された、全然覚えてないです、多分されてないと思います、分からないです、忘れました。もうね、ガチで記憶ないの、もうほんと記憶ない。そうね、半年ってあっという間だからね、本当に。はい、というお話でございました。眠いのでそろそろ寝ましょうかね。ソロコン名古屋がまあまあのイベントかぶって、うわっ、 どうしようそれ、なんかこっち来てって言いづらい言いづらい、任せる任せる、うん、はい、ということで、じゃあありがとう、今日もちょっとごめんね、短くて、さっさと寝ます。また明日お会いしましょう。皆さんおやすみなさい。どうもありがとう。あ、ガタチエさんこんばんは。なんかあの、コウモリありがとうございます。そして流れ星もありがとうございます。おやすみ。